続いては小池から小林へのクレーム。私の髪を掴んでペットのリードみたいにしないで。これはド S の話ですか。これはちょっと怖いですよ。小池どういうこと。私がポニーテールとかツインテールをした時にこう髪の毛が揺れるんですよ。歩いてる時、はい、歩いてる時に揺れたりとかして、近くにこうゆいちゃんがいることが多くて、うん、その髪の毛をガシッと掴んできてこう歩くんですよ。こう犬のリードかのように怖っ。えで、でも本人はすごい楽しそうにヒヒヒヒヒまたサイコパス見っけりゃもどういうことですか。喜んでると思ってました。え、S と M の関係だと思ったけど小池嫌なの。嫌じゃないです。嫌じゃない話じゃない。これなんか小林からは結構あんの、そういう結構甘えん坊なところが多くて、ミュージックビデオの撮影の合間に、うん、なんか私がちょっと飲み物をこぼしちゃってなんでその社長こぼしてるみたいな未だにこぼしちゃうんですけど、うん、で、うん、そのタイミングでゆいちゃんがあ、みーちゃんこぼしたって言ったんですよ、うん、でその言い方がちょっと幼稚園児っぽくて、あ、なんか可愛い感じで、はい、でそこから私もちょっとあの2人で話すときは割とそういう子供っぽい声で話すことが、それどういう感じ、その幼稚園ごっちょっとやってもらいたいね。見るのが怖いですが、小池と小林の幼稚園ごっこです。ゆいちゃん、なんでそんな顔してんの。ポムはポム、ポム、ポム連れてきて。ごめんね。ポム、ポムね、青ね、今度ね、連れてくるね。やっぱもう、ね、あの二人の横で、ほんともうモリアが死神みたいな感じ。隣でどっちを先にやろうかっていう。一切二人の方を見ずに正面見ながら。モリアの表情からももちろん勝手にやって。本当にモリアに殺されない要因だけ気をつけましょう。モリアの目視界に入らない。そうね、そこでやってもらわないと。どこで。